未成年なのにお酒を飲もうとする人はみんなそう言うけど、まさかそこのおじさんたちの若かった頃みたいに酒は大人のロマンだ的な妄想だけで飲みたいだなんて思ってないよね。お酒の何が美味しいの？みんなして夢中になっちゃって。はいはい、リオナちゃん、この人は時間を作ってお店まで来てくれたんだから、なるべく要求には応えてあげないと。それにこれは店長命令よ、リオナちゃん。分かった、ドリンクを一つ作ってあげればいいんでしょ。それじゃあなたのようにお酒に幻想を抱いているやつには私の特製ドリンクで目覚めさせてあげる。そうすればあなたも酔っ払って醜態を晒すような大人にはならないはず。けど今お店にはドリンクのベースも材料もほとんど残ってないの。いや、わざわざ来てくれたお客さんだし、私も頑張って特別なものを揃えないと。でもベースと材料両方とも特別なものを揃えるには時間が足りないかも。あなたはベースと材料どっちを特別にしてほしい？特別なベースね。どうやらもうすでに飲んだくれの素質を秘めてるみたい。でも私の作る一杯で目覚めさせてあげる。よし、じゃあまずはダダウパの谷へ行こう。特別なベースはそこで手に入るから。もう少しでダダウパの谷に着くよ。特別なベースもそこで見つかるはずだから。この前お店に飲みに来た冒険者から聞いたんだ。ダダウパの谷の奥深くにヒルチャールの集落があって、そこの鍋に飲み物が入ってるって。多分それはヒルチャールシャーマンがあらゆる材料を使って煎じた薬草スープ。冒険者の話によると、ヒルチャールたちの活力をみなぎらせる効果があるらしいの。あとその冒険者はこんな話もしてたんだ。匂いを嗅いだだけで、あれが匂いと呼べるのかすらも判断できなかった。100頭のイノシシに鼻を踏まれたかのような衝撃で、一瞬で全ての感覚が吹っ飛んじまったってね。まったく、感覚が吹っ飛んだとか言ってたくせに、お酒は飲みに来るんだから。リューナちゃんのお酒は美味しいから飲めば鼻もすぐに治るとか言っちゃってさ。大げさなこと言って、本当はただお酒が飲みたいだけなんだから、救いようのない酔っ払いさんだよ。でもヒルチャールの飲み物でベースを作るのはいいアイディアだと思ったんだ。もちろんあなたはスペシャルを頼んだでしょ。だったら特別じゃないと。安心して、今回のスペシャルは一生忘れない思い出になるはずだから。場所は冒険者のおじさんにマークしてもらったから、そこに行って探そう。もっと奥の方に行こう。ここはダダウパの外周、目的の場所まであと少し。ヒルチャールシャーマンの薬草スープのことはパパにも言ったことあるんだ。そしたら見つけたら取ってきてやるってパパが約束してくれたんだけど、でもきっとまた口先だけだよね。パパお酒を飲んだら自分の名字すら忘れちゃうんだもん。薬草スープのことだって別にいいんだ。最初から期待してないし、パパに頼らず自分で見つけないとね。誰か来た。あれ、リオナ？リオナちゃんか？ん？あなたは確かよくパパと狩りを。僕だよ、エレンだ。デュラフさんといつも一緒に狩りをしてる。
あなたがここにいるってことはパパもこの近くに？パパは？もしかして狩りが終わったからってまたお酒をいっぱい飲んでるんでしょう。どこかで寝転がったまま起きなくなって清泉町まで運ばれるのを待ってるんじゃない？それだったらむしろ良かったんだけど、デュラさん一人でダダウパの谷に入ってしまったんだ。最初はデュラフさんが先頭を切ってこの辺の狩りをしていたんだ。デュラフさんのおかげもあってさ、獲物をたくさん取ることができた。狩りは順調に終わって僕たちも一休みしてから帰ろうと思って、火を起こして焼肉をね、それと少しだけお酒を飲んだんだ。あ、でも本当に少しだけだよ。ほら大収穫だったからさ、めでたくって。けどお酒を飲んだ後デュラフさんが谷の最奥にあるヒルチャールの集落に物を取りに行く用事があったとか言い出してさ、それに僕らの手助けも不要だと。自分はカッツェレン一族の血を引いているからこれくらい余裕だと言って僕たちは止めようとしたんだけど飛び出して行っちゃったんだ。すぐに足の速い狩人を清泉町に戻して救援を呼んでくるよう手配した。それと腕のいい狩人のうち何人かをデュラフさんの探索に行かせたんだけど。パパのバカ、お酒なんか飲むからこんなトラブルが起こるんだよ。もう飲まないでって何度も言ってきたのに全然私の言うこと聞いてくれないんだから。それで人のこと振り回していい、私が探しに行く。待って、ディオーナちゃん一人じゃ危険だ。救援が来たら僕たちと一緒に探そう。ふん、大丈夫だよ、私もカッツェレン一族の者、それにパパより腕が立つしね。あとそれより重要なのが、私はお酒を飲まないからミスをしないってこと。君は、ああ栄養騎士じゃないか。君がそばにいてくれるなら安心だ。それじゃあディオナちゃんのこと頼んだよ。あなたも一緒に行くの？ダダウパの谷は魔物の巣窟だよ。もし発見されたらすぐに包囲されちゃうからね。私は魔物を避けながらこっそりパパを探すけど、あなたはどうする？そう？わかった。でも先に言っとくけど、魔物に見つかっても私を巻き込まないでよね。あ、でもその心配は不要か。どうせ私が隠れている場所がバレるはずないもん。それじゃあ出発しよう。あなたの地図に私の進むルートを書いておくね。このルートに沿って進むようにして。もし見失っても私知らないからね。待って、ここから先は魔物だらけだから気をつけて。全ての魔物に気づかれたら面倒でしょ。別にあなたが心配で言ってるわけじゃないよ。だってあなたが魔物に気づかれたら私まで巻き添えになるから。だから気をつけてよね。もう少し上手に隠れないとすぐに見つかっちゃうよ。難しかったら木の茂みに隠れててもいいよ。
魔物に近づきすぎないよう気をつけて道に沿って行って。壊れたんだ。なかなかやるじゃない。あのバカパパはきっとこの辺りにいるはず。周りを探してみよう。なんだったか、なんとかスープ。そうだ、薬草だ。バカパパ、やっぱり酔いつぶれてる。おお、ディオンナ、俺の可愛い娘じゃないか。どうしてこんなところにいるんだ。おお、そうだ、あれを探しに来たんだろう。なんとかスープ、ほら見つけたぞ。パパが見つけてやった。この酒壺に入れといた。ほら、なんちゃらスープがいっぱい入ってる。パパ、こんなに酔っ払って一体どんだけ飲んだの。少しだけだ。普段に比べりゃほんの少し。この壺はディオナが持ってけ。俺はこのまま狩りに。パパはな、さっきの集落ですごくでっかい命あるを見つけたんだ。ん？それはだな、ヒルチャールの集落で見つけたイノシシ。それをイノチャールって言うんだ。分かってないな、これだから素人は。イノチャールだけじゃなくイノチャールもいるぞ。あのイノチャールのデカさ、彼もしばらく食っていけるぞ。ああ、ダメだ、ぐでんぐでんに酔ってる。あなたまで酔っ払ってるの？冗談はやめてよ。バカパパがここまで酔っ払ったら、もうまともに歩くのは無理かな。まずは先に酔いを覚まさせないと。酔い覚ましのドリンクを作ろう。でもバカパパのことだから普通の酔い覚ましじゃ効かないよね。もっと強烈な材料が必要に。うん、そうなるとヒルチャールシャーマンの薬草スープが一番ぴったしかも。はあ？このバカパパの言葉を信じるの？聞くならあなたが聞いて。どうせあの壺にはお酒しか入ってないんだから。ん？ああ、こぼすんじゃないぞ。俺が苦労して手に入れたんだから。本当にパパを頼る気？もう無駄だって。どうせその壺には。うえ、この匂いは。うえ、離れて。なんて強烈な匂い。まさか、本当に薬草スープが入ってるの？どうだ、ディオナ。パパはちゃんと覚えてたぞ。約束は守るからな。できもしない約束なんてパパはしないぞ。バカパパ、こんなの入れたらもう酒壺として使えなくなるのに。酒壺がなけりゃ直接飲めばいい。問題ないさ。ちょっと待ってて。今から酔い覚ましのドリンクを作るから。この薬草スープはもともとヒルチャールに活力を与えるもの。私の持ってる材料と合わせれば酔いなんか吹っ飛んじゃうんだから。シェーカーを持ってきててよかった。使い切っちゃわないようにまずは少量だけ取り分けて。私には私流のやり方があるから心配しないで。あなたはただそばで見てるだけでいいから。
これが酔い覚ましのドリンクだよ。はいパパ、飲んで。ダメだ。これ以上飲んだらうちの娘にまた怒られる。飲まないぞ、絶対に。酒は人をダメにする。今さら思い出したって遅いにゃ。ほら、もういいから早く飲んで。これはうまい。少しだけなら飲んでもいいか。はいはい、少しでも一口でも一滴でもいいから飲んで。ああ、なんてうまさだ。あれ、ディオナじゃないか。どうしてここに。頭が割れそうだ。ほらパパ、酔いが覚めたなら早く帰ろう。確か何かを探しにここまで来たような気がするんだが。そうだ、薬草スープ。ディオナが前に言ってたヒルチャールシャーマンの薬草スープを見つけたんだ。壺いっぱいに入れといたからきっと足りるはずだ。って、俺の酒壺はまさかなくした。何、そうだったのか。どうやらまた酔っ払ってたみたいだな。大丈夫、慣れてるもん。それよりパパも元に戻ったことだし、帰ろう。エレンたちが待ってるよ。ああ、そうだった。エレンもいたんだよな。すっかり忘れてた。もう大丈夫なんだよね。もし歩けそうにないなら、旅人に肩を貸してもらったら？大丈夫。問題ないから早く帰ろう。ディオナ、つい酒を飲んでしまって。別に初めてのことじゃないでしょ。酔った勢いでもっと変なことをやったこともあるし、夜中に町にいるワンちゃんを追い回して犬チェールだーとか叫んだり、町の入り口にある泉の水を瓶に入れて飲み始めたり、狩人と忠実な犬チャールの歌を書いてくれってマイワイスさんにねだったり。うわー、ディオナ、その話はもうやめにしよう。ほら、旅人も聞いてることだし。それに比べたら今回のはまだまともだったよね。とにかく薬草スープが見つかってよかった。うん、ありがとうパパ。ん、何か言ったか。よく聞こえなかったが。お酒の量を減らせって言ったの。ああ、もちろん、できるだけ減らそう。パパのバカ。ディオナちゃん、栄養騎士、デュラフさんも無事でよかった。ずっと戻ってこないから騎士団に報告するところだったよ。デュラフさん、大丈夫ですか？大丈夫だ。ディオナと旅人のおかげで大事に至らなくて済んだよ。エレン、他のものを集めてこい。今日の収穫を数えたら清泉町に戻ろう。わかりました、すぐ準備します。ディオナと旅人も俺たちと一緒に清泉町に戻るか。ううん、彼女とはここに薬草スープを探しに来たんだ。それもパパが見つけてくれたし、モンド城に戻るよ。あの薬草スープが役に立つならよかった。でもさっき酔い覚ましのドリンクを作る時に使ったんだろう。大層か。もう、私はプロのバーテンダーだよ。一気に全部使うわけないでしょ。十分な量を残しておいたから大丈夫。私たちはモンド城に戻るね。パパも気をつけて清泉町に帰って。あと、二度とあんな風にお酒を飲んじゃダメだからね。わかった、安心しろ。それにパパの酒壺はディオナが持ってるだろう。それでも隠し持ってる酒壺があるかもしれないでしょ。ふっ、旅人、
材料も揃ったことだし、キャッツテールに戻ろう。酒場に着いたらスペシャルドリンクを作ってあげる。あなたのお酒への幻想を全てぶち壊せるものをね。酒を飲むと悪いことしか起こらない。俺も気をつけないとな。デュラスさん、みんな準備完了です。今日の収穫を数え終わったら出発できます。店に入ろう。私はシェーカーをきれいにして、パパの酒壺に入った薬草スープでドリンクを作る準備をしてくる。どうしたの、ぼーっとして。ドリンクを飲みに来たんでしょ。はぁ、それは私の体質のせいなの。簡単に説明すると、私が作るお酒は必ず美味しくできちゃうんだよね。これはバーテンダーとしてのプライドから言ってるわけじゃなく、紛れもない事実。どんな材料やどんな製法を用いても、私が作ると絶対に美味しくなるんだ。だからこの体質を克服する方法を探してるの。薬草スープもそのために手に入れたかったんだ。この体質さえ克服できれば、私のドリンクであの酔っ払いのおじさんたちにお酒の恐ろしさを思い知らせることができるはず。まあこの話はここまでにして、ドリンクを飲みに来たんでしょ。ほら、早くお店に入って。まだまだ特別な材料を揃えてあるんだから。待ってなさい。必ずまずいドリンクを作って、あなたが酒場に近づくことさえ嫌になる思い出を作らせてあげる。うい、それも今日までにゃ。まだ試してない材料も製法もたくさんあるもん。ほら、もたもたしないで。心の準備ができたら、ディオナのスペシャルドリンクを味わわせてあげる。